やあ。いや、ちょっと前髪がひどすぎた。みんな、いや、何いや、笑える。ちょっと私に一週間のお休みください。マギで。一週間の青ちゃん休みを欲しいです。さあ、もうさあ、ブースティー祭りをブースティー祭りして、ブースティー祭りのリハ頃、リハぐらいから寝るのがずっと遅くて、寝不足で、それがずっと続いてて、今も寝不足で本当に寝たい。寝る時間をください。本当に眠たい。寝ないとマジで倒れる。なんで学校あるの？お休みにしてよ。まだお風呂も入ってないから。逆にちょっと学校休みすぎてるから行かないといけないの。だから本当に私頑張ってる。めかめか来る。ああいうのよくない。本当にさ、ムカムカくる。別にグズグズなんかしてないし、うん、ストレスたまるんですけど、ああ言われると。いちいち言わなくていいじゃん。はあ、
泣き虫おーちゃんの登場です。初見さんありがとう。じゃあこっち頑張ってるのにもう、うるさい、もうやだ。学校なんて行きたくないです。涙垂れたって面白いんだけど、涙うつんなし。絶対会社の方が楽しそう。私思うんだよね、本当に学校なんかさ勉強するんだもん、嫌に決まってる。会社の方が絶対いい。ちょっとね、最近ねちょっと悩みがあって、だからみんな全然気にしないでください。人間関係と言いますかね、ちょっと悩みがあってですね、行きたくないんです、正直言うと。ごめんなさいね、泣いちゃって。いや本当に人間関係って大変。嘘でしょ、ちょっと待ってねえ。ありがとう。いやこっちさ、ごめん、グッチさん、ごめんなさい、ありがとうございます。すごいでっかいキャット出てきた。猫ちゃんケーキになっちゃってる。ありがとう、ありがとう。新作か、わあ、ありがとうございます、嬉しい。ああ嬉しい、ありがとう。どうしましょう、人間関係がうまくいきません、どうしたらいいですか。
だ。別にそういうことじゃないんだけど、いじめられてるとかそういうのじゃなくていじめられてはないんですよ、全然、楽しいのだけど、ちょっとね、嫌で、居心地が悪いと言いますか、まあそんな感じなんですよ。だけど私はそれを我慢していつもいつも頑張ってるです。もうねえ、全然いないから、好きな人なんて安心して、全然コクってのもない。いや本当にね、もう点々高校したいですそのぐらい。全然モテモテではないの私。怖え、確かに。本当にモテないの私ね、どうしたらいい、どこがダメなんだろうね。陰キャなところかって言ってもすぐ陽キャになれてだってできないし（笑）ありがとう、雨で濡れてこんなパサパサになっちゃったの、髪の毛。モテないの本当に私モテなすぎて入学して告白ゼロ笑える、まあいいやまあ別に今恋愛で困ってるとかそういうのじゃなくて全然恋愛関係ないのあ、なるほどね、アイドルだから告白されないってことか。もうさ、私さ、なんか泣きすぎてさ、泣くイコール私になっちゃいそう、そろっと。いや、そろっとっていうかもうなってるよね。やだ、別に泣く飯とかするんじゃないもんもうでも多分今私に告られて、今私に告った人がいても多分私は何が何でも振っちゃうと思うめっちゃ申し訳ないけど私は何が何でも振っちゃうと思う。アイドルですので。元気の出る食べ物あるねえ、元気の出る食べ物わかんない、わかりません。いい、何を食べたら元気が出るのか一切何もわかりません。一番好きなグミ、一番好きなグミでなあ、わかんない、パッと出てこない、どうしよう。プリン、いやなんかマルシェそんな好きじゃな。うわー、どう
ていうかこのカップケーキめっちゃ可愛い。ペタグ、うわペタグかいいけどね、いいね、いいです。選べない、もういい。ていうか私なぜかよくわからないんですけど、なんか配信終わってからだと全然すごい涙引っ込むのに、配信してるとなぜか涙が出てくるんですよ。それってなんだろう、なんでだろうね、不思議。まあでも普通に涙出ることもあるけど、なんか配信だと涙が出やすい。でもささっきのなんかさ、ただ単に私の思い込みというか、さっきのは別にみんな関係なかったじゃん。勝手に私が泣いたみたいになってたからさ、まあお母さんのせいもあるけどいやお母さんのせいだよねさっきのはお母さんがグスグスないって言ってからそれがぐさりっときちゃって、それで泣いちゃったんだよあ、私本当にある一つの言葉で結構刺さっちゃうんだよね。ねえまた泣きそうなんだけど、もういいや、僕は嫌だやばいえ本当に最近すぐ泣いちゃう。どうしましょうかね。今もっとまさしくない曲か。ごめん泣くなよ心臓は青い。明日は元気にパフォーマンスを頑張るね。明日、無理かも。明日は全然前座があるからさ、みんなに会えるから全然元気を取り戻せるんだけど、その次がちょっと地獄かも。うわまた学校じゃんって思って、うそうなの、 NCT はよく泣くグループなんだ。へえそうなんだ。よく泣くグループの中でよく泣く人第一位かもしれない、わかんないけど。本当だよね、本当にわかる、マジで。日曜日とかにさ公演あるのは全然いいんだけど、前座とかだけど、その次うわ次の日学校じゃんって思ってさ、もうさいつもへこむ。確かにみゆみゆさんもちょっとな、結構泣いちゃうタイプの方ですよね。みゆみゆさん、みゆみゆさん本当に泣いてる姿が可愛い。
ごめんなさい、別になんかそのバカにしてるとかそういうわけじゃなくて、本当にマジで可愛い泣いてる姿。え、そうだよ、アンナちゃんには誕生日コメントしました。高1いっちゃんきついかも。結構さ、高校1年生ってさ初めてって感じがあるから、それで慣れない慣れその環境に慣れてないのかな。いやでももう慣れたんだけどね、結構もう何ヶ月もしてるから。ねえ、1年生で結構やられるよね、みんなっていうか本当にみんなも結構今の学生そうだと思う。1年生がいっちゃんきついと思う。なので私はギブアップクラス替えは多分あるね。みんな1年生はきついです。何でも1年生きついと思う。小学1年生だってきついじゃないですか。泣いてる子いっぱいいるじゃん。あ、学校いらないって、それと一緒。卒業はね多分ねできません、私は。もうね、もう無理です。ギブアップ。私の気持ちを分かってくれるお友達はどこにいるのでしょうか。女神はどこにいるんでしょうか。もっと私のことを分かってほしいのに。もう平気でさ、私だって頑張って学校行ってるのに、なんか疲れたって言ったりしてるのを言われるのめっちゃ嫌なんだよね、本当に。こっちだって疲れてるのにって思っちゃう。最近お友達が言うから、疲れてるから保健室行くとか言ってる子いるんだけど、もう私だって保健室行きたいよって話。いや本当にそれだってね。いや、ありがとう。ねえ、ねえ、もうタワーやもう、いや、あ、ねえ、ありがとう本当に。何お母さん下でさ、全然違う。逆に本当にありがとね。タワー投げてもらいたいから泣いてるわけじゃないんです。ももちさんありがとう。やば、9時57分か。すいません、なんか今日もうさ、なんかさ本当にごめんね。私さ本当にこんなのをするつもりじゃないの。
こんな配信にするつもりじゃないんだけど、もうあるこ、いや、まあ最初はお母さんのせいですからね。お母さんがぐずぐず泣いていたから、それで始まったから、もう今日はお母さんのせいにして、私は悪くない。いや本当にお母さんちょっとね、あのこう口チャックでお願いいたします。いきます。13位、お金持ち先生さん、ありがとうございます。12位、カツサンドさん、ありがとうございます。11位、カズさん、ありがとうございます。10位、ビッグラブコさん、ありがとうございます。9位、名古屋の山っぴさん、ありがとうございます。8位、もこちゃさん、ありがとうございます。7位、竹蔵さん、ありがとうございます。6位、ジンさん、ありがとうございます。5位、メガネさん、ありがとうございます。4位、マサボーさん、ありがとうございます。2位、タカチューピピピーさん、ありがとうございます。2位、ももちさん、タワーありがとう、ありがとうございます。そして1位、グッチさん、グッチさんもタワーありがとうございます。ごめんね、本当に今日なんか泣いちゃってさ、すいませんでございました。テロップに書いてある通り、おしゃべり会の申し込みはよろしくお願いします。はい、泣いてすいませんでした。もうすぐで切れちゃうので、さよなら、バイバイ、ありがとう、バイバイ。ありがとう。